春で初めて見ました。 ASMR といっても専用カメラじゃなくてちゃんとできるかちょっと不安なんですけど。で、今日は私が毎日持ち歩いてる私の大切なものについて紹介したいと思います。まずスーディオの Bluetooth イヤホン、これデザイン可愛いでしょ。パステルピンクの。会社でもずっとイヤホンつけっぱなしで仕事をするので、音楽を聴いてる時間は10時間以上かな。で、充電も長持ちできて、つけ心地もいいものじゃないと長時間使えないんですけど、これは着用感がもう良すぎて、イヤホンしてることすら忘れてる時もよくあります。しかも1回満タンで充電すると朝から晩まで普通に持つし、このケースで4回もフルで充電できるので、まあ1泊2日とかの出張でも充電器持っていかなくても余裕です。ワイヤレスイヤホンの中では一番長持ちらしいです。이게스웨덴브랜드인데한국에서도일본에서도나름인지도가있는이어폰이라고하더라고요제가회사에서마케팅 PR 담당쪽이라서저희회사의 SNS 를관리를하고있는데스튜디오인스타피드가너무예뻐가지고저희회사피드이미지촬영할때도가끔씩참고를하고는해요사실저한테핑크가그렇게딱히어울리는편은아닌데색깔이예뻐가지고그런지계속핑크를사게되더라고요카메라케이스도그렇고핸드폰도그렇고디자인이여자분들이좋아할거라고생각했는데되게아담하고귀엽게생겨가지고근데의외로남자분들이더많이사용을하시더라고요사실하늘색이랑핑크색이랑둘중에뭘할까고민을되게많이했는데예쁜것같아요약간색깔도소녀감성같은그런색깔그리고이게귀밑이아니라위로착용하는거라서이어폰낀채로귀걸이낄때도되게편하더라고요여자분들은무슨말인지아실텐데아뭐一個いいところは케이스もそうだしイヤホン自体もそうだし多分生地はプラスチックなんですけどそんなにすぐ傷が残らない材質っていうかこれなんて言うんですかねちょっとふわふわしてる生地なんで落としても普通のプラスチックよりはそこまで傷が残りにくいです。万が一故障した時も1年6ヶ月間保証が効くのでその期間内だとリファーもできるらしいです。아그리고지금프로모션을하고있어가지고여권케이스증정이벤트를진행을하고있어요영상정보란에공식사이트주소를제가입력을해줬으니까확인해주세요아무튼이어폰에관한이야기는여기까지하고자다음은카메라유튜버를시작한지이제1년정도됐습니다시간진짜빠르죠느린건가무튼유튜브를시작하고나서습관적으로매일카메라를들고다니게됐어요이거는소니미러레스카메라인데사실촬영용카메라는이게아니라캐논 DSLR 을사용을하고있는데그건너무커가지고평소에가지고다니기에는무리가좀있어서이카메라는작고가벼워서가방에쏙들어가기때문에항상들고다니는편이에요근데한번고장나고수리를하고난다음부터는상태가좀안좋아가지고이것도얼마못가서 사망할것같은기분이드네요디자인은되게깔끔하고예뻐요次は MacBook 仕事が終わってもすぐ対応できるように持ち歩いています結構軽くて
赤田にも負担がなくて、あと年末あたりに MacBook Pro を買おうかなと思ってるんですけど、まあ値段を考えたらちょっと他はハンドクリームとかかな。なんかこれも色がピンクですね。会社の方にプレゼントでもらったことなんですけど、めっちゃ香りが良くて、お花マハロっていうブランドですね。聞いたことはないんですけど、よくわかんないですけど、なんかめっちゃいい匂いです。그리고안경사실저는3년전에라섹수술을했기때문에시력이좋은편이에요양쪽 1.2, 1.5. 그래서굳이안경을쓸필요는없는데쌩얼일때라든지그럴때는안경이나마스크로좀가리는편이에요안경도핑크색이네아무튼알이엄청큰평범한해리포터안경입니다네오늘은이렇게제가평소에매일가방에넣고들고다니는것들을소개해보았습니다그리고처음소개했던이어폰같은경우에는지금자막으로띄워드린이코드를넣고홈페이지에서구입을하시면 15% 할인된금액으로구입을하실수가있으니까요혹시나구매하실분들은이코드꼭넣어서사용하시길바랍니다그럼자오늘도수고하셨습니다